今最も熱い女子格闘技くすぐり1グランプリ今宵もやってまいりました。本日の対戦は京極 VS ルチアということでですね、京極選手は前回キコ選手に見事判定勝ちを収めた選手でございます。そしてルチア選手はドイツやインドの国旗を掲げてですね、今日はやってまいりました。なんとインドと、日本のハーフということで、どのような戦いになるのでしょうか。ワンマッチ1分3ラウンド制となっております。さあルチア選手が非常に楽しみですね。初の日本以外での国旗を掲げてやってきました。ゴングが鳴りました。さあどのような展開になるでしょうか。おっとまずはお辞儀をして見合うところ、おっと京極選手が来いよというふうに挑発。さすが2戦目前回よりも堂々としてますね。得意のなでなで攻撃から入ってルチア選手も戦いづらそうですね。非常にルチア選手戦いづらそうなんですけれども、負けじと果敢に攻めていく様子。これですね、もう髪の毛をかき分けてルチア選手引き腰になるしかないですよね。脇を、攻めますけれども、京極選手やはりディフェンスが強い、微動だにしていない。得意のこの上段下段に散らす攻撃ですね。ルチア選手もちょっとこれ参りましたね笑ってますけれども、吹くことはないですね。まだ吹いてない。おおっと、これは京極選手袖に、おお、服の中に手を入れてますね。袖に、肩から袖にかけて手を入れて素肌をくすぐってる。これはすごい攻め方ですね。おっとゴングが鳴りました。ちょっとすごいですね。リプレイを見ていきましょう。ちょっと京極選手クロートですね。もうプロですね。2戦目にしてもうこのプロの方が来いよというふうに挑発をしてきたところ、カウンターを脇を刺させて、外から攻めるんですけれども、一向に京極選手引くことなく、むしろルチア選手がですねちょっと引き腰になって一歩下がるシーンがよく見られましたが、京極選手余裕ですね。ちょっとこれ京極選手はどう感じてるんでしょうね。どう感じてるのか。でこのルチア選手のに対しても、まあ、キコ選手が、KO 寸前、まあ、ダウン寸前だったこの耳にですね、指を入れるっていう戦法や、まあ、髪の毛をさする戦法っていうのをよく使うんですけれども、今回も使ってルチア選手が引き腰になってました。でここのシーンはそうですね、京極選手がですねルチア選手の服の中に手を入れてくっていう、ここですね、指を入れてくっていうすごい攻撃。これはちょっと2戦目の選手とはちょっと思えないですね。こんな発想がよくできるなっていうような、ちょっと京極選手なんかやり慣れてるというか慣れてますねなんかこういうこと慣れてますね。すごい選手を発掘してしまったのではないでしょうが、くすぐり1グランプリなんですけれども、ここ袖どころかちょっと、下からですね、下から背中に向けて入れようとするが、それをルチア選手うまく嫌がって入らなかったので、また袖に行くという、これはもう引き腰になって嫌がるしかない防戦一方の展開ですね。ルチア選手もくすぐろうとするんですけれども、手が届かずっていう感じでした。やはり京極選手はこの涼しそうな顔で余裕な表情、やはり強いですね。まあ、前回の試合がまぐれではないというような、まあ、ルチア選手もまだ笑顔にっこり微笑むような感じで余裕の表情は見せておりますが、2ラウンド目どうなるのでしょうか。さあ牛乳を口に含んで、非常にね謙虚な戦いなんですよ。お辞儀をしながら、牛乳を飲むという、で子供たちの声がね響き渡るこの、グラウンドの中で2人が、こういった試合をやってるということで、非常に、あ、ゴングが鳴りました。ゴングが鳴りました。また京極選手待ち構える。あー、早速
早速袖に手を入れてくる。おっと髪をかけ、独特だ独特だ髪をかき分けるっていうね。あ、耳触ってますね。ちょっとルチア選手の髪の毛で分かりづらいんですけども、おそらく耳の穴に指を入れてるんでしょう。うわ、もうこれすごいな。これ今日服をめくってますよ。服をめくってこれは勝てないでしょ。お、上からも上からも攻めていく。もうこれは京極選手、あっと子供の泣き声が聞こえるんですけれども、これはこの試合とは全く関係のない、ことなのでお気になさらずに皆さん、ご安心ください。子供が周りで泣いてますけれども、この試合とは何ら関係のないことですので、何かそっちの方で子供の方が嫌なことがあったんだと思います。この試合を見て怖がって泣いてるわけではございません。で、2人にはその子供の声も届かずにですね、もう試合を展開するといったこういう場面が繰り広げられてるんですけれども、いやこれは京極選手強いな。ちょっとヘッドロック気味なシーンも見られたんですけれども、いろんな技を見せます。ゴングが鳴りました。強い、リプレイを見ていきましょう。いや京極選手強いな。これどちらかというとね、タンクトップの方が素肌が多いんで不利なんですよね。タンクトップのここのシーン、首元からね指を入れてって、引いたところ肩に手入れて、この両方の攻め、肩上がりますよね。どうしてもこれをされると肩上がってね、また防戦一方の展開になるんですよ。ここ下から手を入れるというね、すごい。この京極選手の真顔を見てくださいよ。なんかもう目の前の美味しいものを料理するかのごとくの料理人、もう当たり前かのようにやってますけれども、すごいことですよ、これ。ルチア選手、よく耐えてますね。ルチア選手、よく耐えてるな。よっぽど勝ちたいんですかね。いや、これちょっと、僕も解説してて、何をしてるんだろうっていう感じで、彼女たちは一体何をさせられているのか、一体何のために戦っているのかというふうに感じてきてるわけなんですけれども、やはり、このくすぐり1グランプリ、それぐらい、まあ、光栄な試合になってきてるんでしょうか。さあ京極選手の表情なんですけれども、やはり涼しい、ちょっと今までよりかは疲れてるような表情ですかね。そして一方ルチア選手も、まあ、余裕、ちょっと1回目を1ラウンド目よりも笑顔がなくなってるかなといったところです。ルチア選手はもう牛乳を含んで、京極選手も含み終わりました。ファイナルラウンドです。ゴングが鳴りました。ファイナルラウンドです。さあまた京極選手が待ち構える感じで来たところをさばいていくというような感じですね。またこれです。耳攻めですね。あっと袖をめくって、あー下段ですね。タックルをするか。ルチア選手も下がんで、一緒に下がんで、何なんだこの光景は。お互い座ってくすぐるという、おっとヘッドロック気味に首を押さえて、あ、後ろにスウェーをするルチア選手を押さえる技ですね。ヘッドロックをしてから耳を攻めていくという。そしてかき割って首元ルチア選手、これは初戦の相手が悪すぎましたね。まだ勝負が決まったわけじゃないんですけれども、ここまでを見た限りではちょっと京極選手があまりにも強すぎる。そして鳥のこのさえずりといいますか、チュンチュンというような可愛い声も聞こえている中でいた彼女たちは何をしているんだと、非常にシビアで、非常になんかナイーブな、ちょっと表現のしがたい、僕の語彙力ではこの光景は表現しきれないといったような試合展開なんですけれども、非常に京極選手が強い。京極選手もですね、攻めながらフン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 と言ってるんですけれども、なんかリズムに乗ってますよね。これあっと、ファイナルラウンドの試合終了のゴングが鳴りました。ということでリプレイを見ていきましょう。見てるこっちも疲れるという凄まじい展開、攻防が繰り広げられていきましたけれども、
ほとんど京極選手の攻撃でしたね。ルチア選手守るので精一杯といったところでしょうか。ここのシーンはですね、お互い京極選手のタックルのようなくすぐりに合わせてルチア選手もしゃがんでくすぐっていくんですけれども、ちょっとどうしたらいいか手出しができないというような内容になっております。京極選手圧倒的でした。それでは判定です。さあ判定の結果はどうでしょうか。あー、京極選手です。やはり京極選手でした。ルチア選手本気で悔しがってます。本気で悔しがってます。京極選手も嬉しそうなこの表情です。京極選手2戦2勝でございます。おめでとうございます。